ファームに落ちている二軍調整中の藤並投手なんですが、また7失点、しかも危険球退場というもうちょっとこれ、先が見えへんね、もう、もう、性格的なもんというか、精神的なもんが大きいから、うーんちょっとこれね、あの打開策なないよなこれ、なんか悪い方へ悪い方へ考えると、今シーズン中なんか上がってくるチャンスがあんのかなっていう,、ねう、いや、もう刺されへんのちゃう うん、試合では、相手チームもあることですからね、という、うん、だから何度も言うようにね、骨の髄から汗かいて、頭真っ白にするぐらいのね、うんうん、なんかちょっと噂によると、遅刻したりなんや、うん、ファームでもとかな、うん、もう早うに量出てるらしいやん、もう、独<ー>人住まいしてるらしいやん、<ー>もうだから去年あたりからスター病になってたらしいやんか。 噂によると。ねうん、こればっかりはわかりませんところもね、うん、あるんでしょうけれども。俗に言う、ま、タイガース病というやつに、まあ <laughs> 病になってたというかな。<laughs> でもまあ。あれこそ胃がぐらい量に入れて、うん、もう。 大谷が監督に許可もらわな、外出禁止みたいなところで、あれだけ今、故障してね、もうちょっと痩せたいなんや言われてるけども、何年間、外出禁止で寮行って、食事して、そりゃもう、ゴルフもゴルフ場でも何度も会うしやな。 目もう悪ないのに、伊達メガネはめてたもん、もう、2年目あたりから、もうスーツもイタリアのスーツ、変わってたやんか、うん、大谷なんか、ずっとジャージとジーパンと、<laughs> まあ調子が悪いと、そんな話がこうポコポコっと出てくるん、ね、やからそれはしょうがないよ、もうプロやねんから、うん、からねこれが何、まあ、くもらってるんやから、もらって、重量も、重量以上に身入りがすごいんやから、タイガース病は。えー でも、こうやって思うと、うん、その、えー、藤波投手しかり、そして昨年活躍した方が。だから何度も言うように、うん、自分の力で跳ね返すしかないんやから、うね、もう僕は,、ね、はキャッチャーついてどうのこうのんじゃなくて、ネットに今度自分でもうね、うん、骨の髄から汗かいて、うん、安心パンパンにこうね、パンプアップさして、うんうんうん もうネットに一人で投げて、うん、えそれでこう自分でリリースポイントを覚えるぐらい疲れ切った後、うん、もういつものフォームより10秒ぐらい軸足で立ってゆっくり降りていって、うん、ビャーンと一人で、ね、室内で投げたりしながら、これでよしってもう、 それぐらいにまでなってるって思うで、今回、これだけ名古屋ドームで、名古屋球場で、何失点で、頭ぶつけて、退場でしょ、失点退場言ったら、もう、出れば出るほど悪くなっていってる状態やから、その前のゲームが、まあまあね、しっかりとそれなりに結果残したっていうところだったんですから、ねまあ本当に皆さんおっしゃるように、持ってるものとするというても、ここまでタイガースをね、ある意味、支えてきたわけでもありますからね。 まあ、心配といや心配ですが。で、<laughs> メガネはめてたもん、もう、2年目あたりから。もう、スーツも、イタリアのスーツ変わってたやんか。うん、まあ。まあ、それをね、まあ、大谷なんかずっとジャージとジーパンと <laughs>。<laughs> まあ、悪、調子が悪いとそんな話が、こう、ポコポコっと出てくる、ね。いや、それはしょうがないよ。もう、プロやねんから。うん、からね、これが、まあ。何億もらってるんやから、もらって、給料も、<ー>給料以上に身入りがすごいんやから、タイガース病は。 こうやって思うと、藤波投手、しかり、そして昨年活躍しただから何度も言うように、自分の力で相手チームもあることですからね、だから何度も言うようにね、骨の髄から汗かいて、頭真っ白にするぐらいのね、なんかちょっとうによると、遅刻したりなんや、ファームでもとかな、もう早うに量出てるらしいやん、もう、一人住まいしてるらしいやん、もうだから去年あたりからスター病になってたらしいやんか。 噂によるとこればっかりは分かりませんところもね、あるんでしょうけれども。うん、俗に言う、ま、タイガース病というやつに <laughs>、えー。ファームに落ちている二軍調整中の藤並投手なんですが、また頭出て,てたな。な7失点、しかも危険球退場という。もうちょっとこれ、先が見えへんね、もう、もうあのー、うん、まあ、性格的なもんというか、精神的なもんが大きいから、ちょっとこのね、 高い策ないよな。これ、あの、うん、なんか悪い方へ悪い方へ考えると、今シーズン中なんか上がってくるチャンスがあるのかなっていう,、ねう。いや、もう、投げされへんのじゃう うん、試合返すしかないんやから、うね、もう僕はキャッチャーついてどうのこうのんじゃなくて、ネットに今度自分でもうね、骨の髄から汗かいて、半身パンパンにこうね、パンプアップさして、もうネットに一人で投げて、それでこう自分でリリースポイントを覚えるぐらい、疲れ切った後、もういつものフォームより10秒ぐらい軸足で立っていく。 っくり降りていっびゃーんと一人で、ねまあはいうん、室内で投げたりしながら、まあ病になってたというかな、まあ、なかなでもまあまあ、あれこそ胃がぐらい量に入れて、うん、もう。 うん大谷が監督に許可もらわない、うん、外出禁止、うん、みたいなところで、あれだけ今、まあ、故障してね、もうちょっと痩せたいなんや言われてるけども、何年間、外出禁止で寮いて、食事して、そりゃもう、ゴルフもゴルフ場でも何度も会うしやな、もう目も悪ないのに。だ